沖ノ島は千葉県立山市の立山湾にある島。自然環境区域として南房総国定公園に指定され、島の大半を沖ノ島公園として立山市が整備している。かつては本島と本島より本州の近くに位置していた高野島と共に四方を海に囲まれた沖合に浮かぶ無人島であった。1923年9月1日に発生した。 関東大地震の際に地盤が隆起した。高野島には浅瀬を埋め立て造成して、軍用飛行場に完成を建設し、高野島は陸地に取り込まれた。地盤の隆起によって、潮の流れが変化したため、陸地に取り込まれた高野島と沖の島との間に砂が堆積するようになり、本島は陸系島となった。島の周囲の磯には2000万年前に作られた堆積岩地層や岩が、 むき出しとなり、流起を繰り返した歴史を見ることができる。周辺の海域には、サンゴが生息し、サンゴの北原域としても知られている。沖ノ島公園は、南房総国定公園の指定を受けている、自然環境区域。敷地は、財務省千葉財務事務所から、無償貸し付けを受けている。ヤブニッケタブノキなどの商用樹林のほかソテツ、シュロ、 海湖渦などの南方に多い植物が自生している。日本の南岸を流れる黒潮の影響を受けるため、ソラスズメダイやつのだクマノミ親ウィッチャなどの暖かい海に生息する魚や、キクメシ、日本アワサンゴ、枝緑石、イボサンゴ、トゲイボサンゴなどの日本における北限域のサンゴが生息している。島内には沖ノ島宇賀大民神社が鎮座しており、 無人灯台や地下号などがある。沖ノ島宇賀大民神社は、千葉県立山市富士見沖の島内にある神社である。1096年の混流とされており、宇賀の御玉の命を御祭神としている。付近には高さ18メートルにも及ぶ推定樹齢300年の御神木として、多分の木がそびえている。房総半島までは200メートルほどの砂浜でつながっている。 沖ノ島海水浴場は陸から島まで続く砂浜に位置する海水浴場である。環境省が実施している海水浴場水質調査で毎年 A ランク以上と認定されるほど水質がきれいであり多くの海水浴客で賑わう。北のイレーと岩礁ではスモグリやシュノーケリングによるサンゴの観察やビーチコーミングなどが行われる。裏の浜と称される島の裏側は 潮の流れが速く、波が押し寄せることもあるので遊泳には風向きであるが、貝殻やシーグラスが多く集まるので磯遊び向けである。2017年により、海水浴場開設期間中の沖ノ島観光客に対し、沖ノ島環境保全協力金への協力を募り、環境美化活動等に活用されている。2019年9月に発生した令和元年、房総半島台風は、 千葉県を中心に大きな被害を与えた。この台風によって沖ノ島では島内の樹木が倒れ、宇賀大民神社の神木や鳥居も倒れるなどの被害を受けた。島内は倒木のために立ち入り禁止となった。この被害はガイドやツアーのキャンセルが続出するなど、南房総全体の観光業にも打撃を与えた。立山市による台風の復旧作業は、 市街地の復旧を優先させる事情により、島の復旧計画策定や復旧作業は10月に入っても進まなかった。その中で復旧作業として10月5日に NPO 法人立山海辺の関係団はゴミや倒木を回収し、10月19日には東京都港区の山脇学園中学校から寄付を受けた。同 NPO は 台風被害の復旧には、数十年単位の長い時間が必要であり、市と連携しながら、長期的な再生計画を立てたいと語っている。AB、立山の沖ノ島海水浴場について、千葉県、南房総、立山海辺の小さなお宿丸平民宿。www.maruhei.jp。2019年7月12日閲覧。 千葉県立山志向の島辺在、伝鷹の島部材店。t a k a n o s h i m a b e n z a i 1 0 l i v f c 2 c o m 2019年7月12日閲覧。Aab たこ焼き、立山の沖の島について。千葉県立山南房総、沖の島の自然体験、立山、海辺の鑑定団。2019年7月12日閲覧。 立山、フィールドミュージアム。e n j、OY、o y h i s t o r y b o s o n e t 2019年7月12日閲覧。立山市内の海水浴場。立山市役所。2019年7月12日閲覧。沖ノ島公園。立山市役所。2019年7月12日閲覧。 うが大民神社うが大民神社写真うが大民神社画像うが大民神社キャッスルサニーデイ j p 2 0 1 9年7月12日閲覧 AB 千葉沖ノ島出島遊び美しい海に囲まれた無人島お出かけ情報満載マップルの観光旅行メディアマップルトラベルガイド2019年7月12日閲覧 南房総安房地域の日刊死亡日、新聞、ニュース、w w w b o n i c h i c o m 2 0 1 9年7月12日閲覧、千葉県観光物産協会、沖ノ島海水浴場、丸ごと E、千葉千葉県公式観光物産サイト、2019年7月12日閲覧、沖ノ島環境保全協力金について、 立山市役所。2019年7月16日閲覧。ABCD 東京新聞2019年10月8日。夕刊一面 AB。台風被害の沖ノ島再生へ。都内の中学校立山の NPO に21万円。寄付。防備新聞。 http://www.bonichi.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュアイテム .htm.eid イコール131382019年11月9日、閲覧。ありがとうございます。